え、大丈夫じゃないですか。まあ、例えば本当に小さい音って本当にこう、なんですけど、まあ当然こんなものを持ち出せば大きい音が出るわけで、うん、ちょっとじゃあよかったらってください。はい。で、まあ、あ、僕の声聞こえてる。はい、うん、基本的にだからこういうものを持つとなればそれなりの構えがやっぱ出てくるんで、手で打つだけで体全身で打つんで、まあ、構えてからのこんな感じになりますよね。おー、かっこいい。わかりませんけど、今もうこのスタジオがもうぶっ潰れないのがすげえじゃないかって感じですけどね。ちょっと高いってみましょうか。ちょっと待ってくださいね。照明をちょっと作りますね。こういう時ってみんな何を言ってるすいません。はい、お待たせしました。じゃあレギュラーのね、こういう音はこれはあのこうでもパチーンと音がするんですけど、まあこれを組み合わせて、まあ、1つ振れ2つ押しみたいな、置くだけみたいな置くだけってなんかあれみたいな。その竿は何て言うんですか。バチ、長バチって言ってますけど、長バチ、これちょっとね、短いのがあの大相撲とかあと歌舞伎なんかにも 使われてるんですね。もともとあるんです、こういうバチは。あと郷土芸能だともっと大きい太鼓にまたがってこう叩いてたりする、長いバチ使いますけどね。へえ、すごい。で、まあ、ちょっとこちらにあるチャッパシンバルっていう、チャッパっていうんですけど、これなんかは逆にこういうお祭りではこういう大太鼓をリードする役割だったんですけど、これを使ってね、実はこれが実にいろんな音が出るんですわ。へえ。シンバルがあるんですけど、いろんな国の奏法見て学んだり、自分で考えたりっていうのもあるんですけど、本来はね、こういう風にやるんですよ。ちょっと賑やかですけど、合わせて叩くんですけどね、うん、まあ、ジャッパって言います。実にざっくりですけど。